当茶とは、茶の立て方や、茶を飲んで、香りや味から産地を推測するなどして、勝敗を競う遊び、中世から近世に流行した。日本では、貝茶、陰茶勝負、茶より合い、茶の湯勝負、三木茶などとも呼ばれ、現代でも、茶の産地を鑑定する、茶歌舞伎が行われている。中国では、妙茶、名刀などの異名がある。 中国の東大に始まって壮大に発展したと考えられているが、日本に伝来後は中国、日本ともにそれぞれ独自の形式を確立させた。壮大の一つの遊戯として茶比べが行われ、東茶、東美、妙戦などと呼ばれた。最上の茶六には茶を立てて茶碗に水の跡が先についたのが負けで長く水の跡がつかないのを勝ちとした遊戯が伝えられている。 他に、茶に植え、次の等級をつけて、茶の良費を争う茶比べや、茶の味と香りを競う陶茶の記録がある。茶の序列の付け方には一定の基準があったようである。壮大には白茶が尊ばれるようになり、茶を立てた時の湯の色の白さを競うものもあった。この白茶は、現代の中国茶の分類の一つである白茶とは、異なる壮大独特のものである。日本において、 本格的に喫茶が行われるようになったのは、鎌倉時代に入ってからである。後期に入ると各地で茶樹の栽培が行われるようになったが、産地間で品質に差があった。最高級とされたのは、京都郊外の戸賀農で産出された戸賀農茶で、特に本茶と呼ばれ、それ以外の地で産出されたひ茶などと区別された。最初の当茶も、本茶と飛茶を飲み分ける遊びとして始められた。 当茶の最も早い例の一つとしては、鎌倉時代最末期、花園院新規現行4年11月昨日上に、記される、五代醐天皇の無礼校で開催された茶会がおそらく、当茶であると考えられる。当茶であると明言された確実な資料上の所見は、その8年後の、黄金天皇新規正教元年6月5日上で、黄金天皇が帝神たちと、 銀座勝負を行ったことが記されている部分である。また、太平記には、佐々木同様が莫大な景品をかけて、百福茶を開いたことが記されている。こうした流行に対して、軍員一遊という倫理面での批判や到茶に金品、などの掛け言が絡んだこともあり、県務政権時代の二条河原の楽手では、到茶の流行が批判され、県務式目にも、 茶より愛犬指令が出されているほどである。当茶の方法には複数あり、当初は本茶と日茶を二者択一で選択する単純なものであった。後に宇治の茶の質が向上して、宇治茶が戸賀のお茶と並んで本茶として扱われるようになり、その方法も複雑化していった。当茶の前世紀であった南北朝時代から室町時代初期にかけて、 最も盛んに行われたのが、四種十福茶であった。これは、種茶と呼ばれる三種類と、客茶と呼ばれる一種類の、計四種類を用いるもので、まず種茶を立てた三つに、一の茶、二の茶、三の茶と命名して、三加者にそれぞれ試飲させて、味と香りを確認させる。次に、種茶三種類からそれぞれ三つの袋、試飲に出さなかった。 客茶一種類から一つの袋の合計十袋の茶袋を作り、そこから立てた十袋分の茶を純不動に参加者に提供して、これを飲ませる。参加者は十袋の茶が最初に試飲した、一の茶、二の茶、三の茶のうちのどれと同じものか、はたまた客茶であるかを回答し、その正解が最も多いものが勝者となる。時にはこれを複数回行う場合もあり、 前述の佐々木同様の百0福茶とは十回分の勝負を行ったもので、こうした大規模なものになると夜を徹することもあったという。これ以外にも、当茶の方法として、二種四福茶、四季茶、釣り茶,茶、六食茶、経ー茶、玄珠茶などがあった。だが、東山文化へと移行していく十五世紀中頃から、こうした当茶は衰退の様相を見せ、さらに村田樹高、竹の女を 千里宮によって、わび茶が形成されていくと、当茶は、強楽的な娯楽、賭博として茶道から排除されるようになっていった。それでも、当茶は歌舞伎者らによって、歌舞伎茶として愛好され続け、またわび茶側でも、茶の違いを知るための鍛錬の一環として、当茶を見直す動きが現れた。17世紀に作成された、千家七古と式には、茶歌吹きとして取り上げられて、 当茶も茶道の一部として編入されることとなった。現代の茶歌舞伎では出された5種類の茶に対して1杯ずつ産地を解凍することを求められ、後で訂正できないルールである。群馬県中野城町には白くほのお茶工の習俗が残り、国の重要無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。